駅頭なんかでお仕事の実態を教えてくださいっていうようなアンケートを取ったりして声を集めてたんですね。本当に信じられないようなね、実態がたくさん出てくるんですよね。今所持金が60円しかないみたいなね、これから行くあてもないみたいな人とか、実際にそれこそネットカフェで寝泊まりしていって、あの日雇いでその日暮らしをしているんだとか、親にも友達にも実態が話せてなくて嘘をついて生活してるっていう人、生の声というか普通のね、ありふれたみんながしょうがないと思ってるとか、みんなそうだって思ってるような問題がたくさんね、あの具体的に見えてくると。でそういう声をさっきも言いましたけど、日本共産党をはじめ、あの国会本当に全部のね、議員のところを回ったりして、こういう実態があるんですけど社会に届けてもらえませんかっていうような、あの話をしに行くんですよね。で最近はですね、マスコミも盛り上がる中で、僕らの実態をぜひね、あの取り上げたいという政党も出てきて、僕らはこのマスコミが盛り上げてきたからこういう運動を始めたんじゃなくて、そのずっと前からこういう声を集めてきたんですよね。でその時から本当に僕らの声を聞いてくれたのは日本共産党だけだったし、現に労働者派遣法の問題であっても、初めに日雇い派遣 の実態をおかしいと国会で告発したのは日本共産党だったと。その時に僕すごく感動して覚えているのは、日本共産党の国会質問の予算委員会の質問だったと思うんですけど、予算委員会の質問の全部の時間をその僕らの派遣の実態の告発に当ててくれたんですよね。本当に変わってほしいのは、自民党公明党政治は終わってほしいと。今の社会を作り出した彼らの責任というのはすごく重いと。だけど民主党政権になった時に、その民主党にちゃんとね、民主党がなんていうかな、おかしいことをしそうになった時に物が言える政党をどこに求めるのかって言った時に、社民は民主と連立して与党を組もうとしている。自公は当然当てにならない。ちゃんと物が言える政党っていうのは僕は日本共産党なんじゃないかなというふうに思っています。社会に流されていきたくない、だから私は日本共産党。